12連勝をかけた今日の試合、序盤の劣勢を覆すチャンスが8回に訪れました。楽天の先発は前回プロ初登板初勝利を挙げた2年目の藤井。ボールを低めに集め、3回までロッテ打線を無失点に抑えます。4回、得点圏にランナーを背負った藤井。7番岡に左中間へのタイムリーを浴び、1点を先制されます。さらに続く福田周平にも2点タイムリーを打たれ、この回3点を失います。打線は5回、満塁とし2番山崎。しかしセカンドゴロに打ち取られ、得点を奪うことができません。3点を追う8回、ランナー2塁のチャンスで4番島内。レフト線へのタイムリーで1点を返します。なおも満塁とチャンスを広げ、打席には7番辰巳。しかしここを生かすことができなかった楽天、連勝は11でストップしました。では順位表をご覧ください。連勝は止まりましたが、楽天は首位をキープしています。明日もホームでロッテ戦です。予告先発は今シーズン3勝負けなしの岸投手です。